欲しいんだけど。ちょっと待ってくださいね。ゲット。おはようございます。今日は冷まして前日になりました。ちょっと前髪出した。私もサマステは皆さん来てくれますよね。今日は朝なのに可愛いですなぜならメイクをしているから。ちなみに私前髪切りましたそれが変わったところです。前髪切りました。やっぱり私は短い方が好きなんですよね。やっぱり薄いやつ。今日のこの髪型はママがやってくれました。ママヘアです。やっぱり前髪短い方がいいね。セットにも困らないし楽です。でもいつも薄くなったでしょ前髪。すっきりです。本当はめっちゃ綺麗やん今日前髪。よし、じゃあこれで固めます。朝ごはん食べてないですね。まだ食べてない。じゃあこれで固めていきたいと。
目元を今固めました。したら次は毛先めっちゃ振って、はい、したら根元と毛先が乾くのを待っている間に遅れ毛を固めていきます。で固まってない。固まった。しっかり乾かすことが大事。そしたら全体的にかけます。ほい。東京暑いですよ、やばいです。私は冷まして耐えられるのでしょうか。暑さに耐えられるでしょうか。これで多分動かないです。ちょっと三つ編みのかけとこうかな。この服はちょっとなんか遊び行く時の服欲しいなと思って買ったやつです。これ白と迷ったんですよ。でも白はいっぱい持ってるからすごい、マジでカチコチ、全然動かない。準備完成です。明日配信見ます。ファイト、ありがとうございます。サマステの見どころは、サマステの見どころはなんだろう。でもやっぱり昨日配信で言ったようにコペリチャとかですかね。リチャッペか。リチャッペかな。ケチャップみたいだけど、リチャッペはちょっとポイントかもしれないですね。あとね、衣装もね、なんかあれなんじゃないですか。まだ多分間に合うと思うので、ぜひ来れる方は。まださ、リチャッペよりコペリチャの方が良くないですか。ちょっとリチャッペはケチャップみたい。ケチャップみたいで、なんか
ビチャッペもいいけどね。ペチャキ？リサキとはちょっとあるかもしれないですね。いっぱい出てきた。コチャッペ、ペチャキ、チャキッペだって。なんかチャキッペおもろい。そんな感じ。いっぱいあるね、意外と。リチャキ、チャキコッペ。難しい難しい。今んとこはなんかさ、リサキがさ、ちょっと前にさツイートでコペリチャみたいなあげてたじゃないですか。なんでコペリチャかな。コペリチャです、今んところね。これはコペリ茶がおすすめ。大きな庭で立って咲く花、めっちゃいいじゃん。最強の花ですね。どうしてもネチャネチャ感が残る。やだやだやだ、ネチャネチャ感。写真で少し違うところってもう発表しましたか。しました、前髪切ったこと。前髪切ったことです。ココちゃんはしっかりしているので、ココちゃんよりお姉さんに見えます。ココちゃん、えぐちゃんか。そうでしょう、えぐちゃんよりお姉さんなんです。実は発表したよ、めっちゃ最初に、最初にしちゃったからかな。発表しました、前髪切りました。では15分だったので終わりたいと思います。明日は皆さん朝ましてよろしくお願いします。じゃあランキング読みます。13位、マーペありがとうございます。12位、ヒデさんありがとうございます。11位、セレナレさんありがとうございます。11位、カクさんありがとうございます。9位、ルルボシティさんありがとうございます。8位、キヨコノゴロさんありがとうございます。7位、ヤスさんありがとうございます。6位、ホタテさんありがとうございます。5位、ノリッペさんありがとうございます。4位、ハマロさんありがとうございます。3位、タオン魚さんありがとうございます。2位、マイドくんありがとうございます。1位、カトッペくんでした。ありがとうございました。では終わりたいと思います。またね、また明日よろしくお願いします。バイバーイ。